べないですか、さあ皆さんこんばんは。今日はですねとあるものを開封するためにショールームを始めました。いきます、じゃーん、 iPad です。イエーイ、ヒューヒューヒュー、パフパフパフ、はい、 iPad をついにゲットしましたそう、開けてなかったの。実はもうなんか朝の10時ぐらいかな、ちょっと寝ぼけて起きてなかったからわかんないんですけど、なんかピンポンって来て、え、ちょっと許したいなって一瞬思っちゃったんですけど、玄関でちゃんと受け取って iPad を手に入れることができました。そう、だからこれちょっと今日開けていこうかなと思って、そう、まだ箱なのよ、みんなで開けようと思って開けてなかったんだよ、偉くない？ちょっと待って、マジ開かない、厳重すぎてちょっと開かない、ちょっと待って、本当に開かない、すごいな、めちゃくちゃ密封されてんだこれ、うわすごい、これはすごい、見て、キラッキラ、お花欲しいんだ、キラッキラ、やばいわこれ、天才だわ、うわーすごい、しかもね今回ね、なんかどうせ時間かかる感じだったんで名前を入れたんですよ。え、待って、これどうやって開けたの、うわっ、やっぱ絶対落としたくないし、絶対汚したくない。じゃーん。え、もうちょっと手汗の跡がすごいつく。やだな。見て、名前入れました。やばい、小さすぎて、思った以上にちょっとシンプルおしゃれすぎて、見えにくいかもしんないけど、名前を、自分の名前をひっそりとこちらに入れました。そう、保護フィルムさ欲しかったんだけどさ、なんかやめちゃった、過信したわ。でもその代わりこの素敵な色の、ケースを買って落としても大丈夫な風にしました。いや、ホーミルもマストかな、マストだったかな、ちょっと待って、入んない、痛い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 、うわー、勝手にアップルマークがついた、ハローって言われてる、ちょっと待って、なんか設定するのかな、これもしかしてフィルムマストなんだ、ちょいとめんどくさい、フィルム貼ってる、貼ってないんだ、でも綺麗に扱えてるもんね、別にいいよね、でもさ、これある時点でさ落としても大丈夫じゃねっていう、なんか落とさないよ、落とさないな、持ち歩かないんだ、だって家でしょ、まあ確かにあんま使わなくないですか、しかも私これの上にもう一個あのケースを買った、でさ携帯落として割れるのってさ道路に使ってるからなんですか、ああ確かに、だってこうやって歩くことないもんね、室内で落としてもらえないよ、確かに、じゃあちょっと設定していきます、日本語、日本、え、もう 78% も充電してくれてる、優しい、傷つきそうかな、そんな爪長くないけどね、クイックスタート、現在お使いの iPhone また iPad をこの iPad に近づけるとサインインおよび設定が実行できます、ちょっと言ってる意味が分かんないんだけど、どうしよう、
もう一方の iPhone または iPad にこの iPad を接続する。あ、でも今 あ、ちょっと失敗したかもしんない。ショールーム配信してる場合じゃないのかもしんないね、これもしかしたら。まあいっか。Wi-Fi ネットワークはどれだっけ、これか。あ、タッチペンとかでやればいいのか。確かに。ちょっと待って、今からね、なんだっけ、なんだっけこれ、なんていうんだっけ、まあ、まあ、いいか、Wi-Fi あってでいいか。Wi-Fi 設定絶対しなきゃいけないな、これめんどくさいんだけど。ん？すごい Wi-Fi 設定したがる。ちょっと待って、やっぱ設定してくるわ。なんで？別にしなくていいのに。ごめんなさい、ごめんなさい。全然違うパスワード打ってました。よし、iPhone からデータ移行できるのにあえて使わないらしい。そう、ちょっとそう、でも今 iPhone から配信してるからちょっと しくじったなと思いました。はい、うん、サンシャイン居酒屋裏側店開店したね。そう、なんかすごかったですよね。めちゃくちゃきらびやかになってましたね。びっくりした。カバーの色綺麗でしょ。水色、もうちょっとなんか濃い水色だと思ったんですけどまあ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 、いいですよね、あるだけいいですよね。でもデータとか入れる予定がないというか、なんだろう、なんか、あ、でも入れる予定はあるか。フリブイ見たりとか、あとでもショールームにでやりたいなって思ってたから、だからゲットしたんだけど、ちょっとアクティベートってなんだろう、アクティベートに数分かかるらしい。まだもうちょっとかかるのかな。あ、iPad の使い方かな、これ。なにこれ、これなにこれ、めちゃくちゃおしゃれじゃん。
貼るのかな、リンゴマークの上にこれ貼るのかな。めっちゃ、え、何めっちゃおもろい。え、何が何、え、最近そのシールがバズってたの知らないんですか。知らない、何おしゃれ。ジャイアジャイアじゃない、教えて、何これ。めっちゃおしゃれじゃん。最近それバズってまして。裏に貼るの。ちなみに携帯とかにも入ってるらしいですよ。は、入ってる。携帯の箱とかにも入ってるらしい。え、知らないよ。気づかないっていうのでどうしました。オシルさん気づいたけど何使うの、これ何使うの。教えて。いろんなスタイルの手段におしゃれに買ったり。あー、え、ただのステッカーってことか。でもだからオシルさん前まで使ってたさ、うん、iPad に貼ればさ、まあ、じゃあそういうそういう使い方じゃないのよ多分。まあいっか。でも今ケース貼ってるしちょっと必要ない感じかもしれないですね、これは。あ、データとプライバシー、タッチ ID だって。え、タッチ ID しなくていい。いや、した方がいいかな。いや、タッチ ID の方が便利かな。みんなタッチ ID してる？タッチ ID いいよね。しよう。どこでタッチ ID しようかな。だいたい人差し指。画面認証、画面認証とはできないタイプかもしれない、うちのやつは。パスコード、待ちに待った iPad 来たんですね。はい、来ました。 iPad は7年前の古いやつ。すごいですね、めっちゃ物持ちいい。でかい iPhone ちゃう。え、指紋認証2回だよ。2回だよ。ん、この iPad にアップインプットデータを転送する方法を選択してください。え、待って、ちょっとどうしよう。 iPad から直接、うわ、 Apple ID とか分かんない。これすぐ忘れちゃうよね。なんやろうなこれは。なんでしょうね、これは。ちょっと待って、アプライ、本当に思い出せない。うわ、パスワード来た。ちょっと本当に覚えてないな。ごめんなさい。今この iPhone にパスコードが来てた。
え、そうだよね、一旦配信やめてスマホで確認しましょう。本当にそれ間違いないですよね。ちょっと失敗してますよね今。それも本当に重々承知で今やってます。まあ、こうしてる間にちょっとなんかアップル ID の設定に数分かかるらしいので、ちょっとこれでも入れようかなと思います。長持ち、うん、悪魔さんの首がすごいっていう。もういいよ首は。え、何かわかってます？シワでしょ。違うんですよ。何？え、一回みんなも見てください。な、いいよ。めっちゃすごいっすよシオミ。え、じゃあ一回ダウンロードするわ。なんかこの文字邪魔だから。え、トースターで少し温めると美味しいだって長持ち。やってみようかな。てか11個入り買えばよかった。7個入り買っちゃったんですよ。もうちょっと多くかい。はい、え、くれるんですか？100円だよ。100円ですか？バカにしたから。長持ちのことバカにしたから。バカにしてないじゃん、教えてあげたんじゃん。安長持ちじゃないですよって。それ安長持ちと違うんですか？見て、首がすごいっていうコメントがあったんですよ、うん、何がだろうって思ったんですよ、うん、めっちゃすごくないですか？え、めっちゃすごくないですか？うん、うん、これめっちゃお父さんとやった、練習したから。うん、めっちゃ出るのよ、見て。え、総出ですよ、総出。うん、悪魔感出したから。わーと？すげえ。 iPad 汚れるでって言われた。大丈夫大丈夫。長持ちを食べてます。質問が多いな iPad は。うまっ。天才天才。ごめんなさい。いや、なんか本当に毎回 iPad とかこういうのの設定、 Apple の設定に戸惑う。本当に最近で言うと MacBook も買ったじゃないですか。 MacBook も言ってる意味一生分かんなくて、すごい手くずったし、本当にめちゃくちゃやっぱ初心者には厳しい言葉が多いというか、もう頭で理解できない本当言葉が多くて、いつも困っちゃいますね。ね、わかりますよね。でも今日はなんかスムーズにいけたかも。ちょっと時間がかかったって言われましたけど、さっきコメント欄で意外とスムーズになったかもしれない。それでもうまっ。待って、めちゃくちゃうまいな、これ。でも秒でなくなっちゃうからな。もう一個くらい食べていいか。あー、iPad Air ではないです。マジ普通のやつ買いました。だってちょっと高いもん、そっちは。私ただ配信したいだけなんで、まあ安くてもっていうか、普通に配信の機能さえあればいいかなって感じで買ってしまいました。ペンシルはね、めちゃくちゃ迷ったんですけど、どう考えても使わないわけですよ。そうだからいいかなと思ってやめちゃいました。はぁ、待って、充電器が神だ。うわっ、
この高速充電器のパターンだ。めちゃ嬉しい。これ欲しかったの。ゆきちゃんが持ってて、いつも高速だったから羨ましくて。やった。思わぬところでラッキーが。うわ、これ持ち歩こう。めちゃ嬉しいんだけど。いや、ほんと買おうか迷ってたレベルだったんですよ、普通に。こんな長かったっけ。でもこれは善逸くんがあるから、善逸くんがいいな。え、ここが早いんですよね。違う？ここが早いから、なんか早く充電できるんですよね。違うっけ？そこで善逸くんに変える。ちょっと待って、これ一回開けたら一回、丸まんない？これ。何これ？あ、でも善逸くんじゃ無理なのか、これ。ちょっとごめんね、一人ごとが多くて。ん？あ、これだ。善逸くんです。もうね、めっちゃ、もう何結構ほんと鬼滅読み立てぐらいの時に買った善逸くんなので、年季が入ってますね、とても。ちょっと待って、させないんだけど。なんで？本当はうずいさんのやつもね、買いたかったんですけど、うずいさん、好きなうずいさんは、辞めた後のうずいさんというか、あの髪まとめてる時のうずいさんじゃないうずいさんが好きだから、うずいさんは買わない。ちょっと待って、ほんと待って、何入んないんだけど。どうしたら、待って、これどうやって入れたっけ？入んないんだけど。これで断線するって可能性ない？大丈夫？あ、入った。入った。入りました、善逸くん。ちょっとでかかったかもしんない。顎割れてる。善逸くんの顎が割れてる。じゃあこれ持ち歩きます。やったー、急速だぜ。アップデートを準備中。頑張れ頑張れ。これもう何も入ってないのかな。何も入ってないらしいので、これは閉めて置いておきます。箱は取っておいた方がいいよ。あ、私も取っとく派です。なんかわかんないけど、なんとなく取っといちゃいますよね。わかるわかる。うまっ。天才天才天才。うまい、うまい。ね、これってさ、安長持ちと長持ちってあります？種類同じかな、別の種類かな。
容量は、うん、少ないのにしたと思う。別にいらないかなって。何色の iPad？ スペースグレーってやつかな。黒。なんか MacBook がその色なので同じにした。みんな長持ちのことあんまり知らないんですよね。まあ名産品だからしょうがないか。確か三重だと思うんですけど、行ったらぜひ買ってみてください。めちゃくちゃ美味しいよ。おしちゃん、アップルウォッチまだ？いや、もうすぐアップルウォッチも実はまあいろいろあって手に入るかもしれません。三重、三重県民だけ安永餅をよく知らない。そうなんだ。めちゃ好きですこれ。ウォッチ、そう。でも 何がいいんだろうね、わかんないけど、なんか買いたくなっちゃうんですよね。ほんと全部アップルになってるわ。でも普通に腕時計はあのお姉ちゃんからもらったやつ、二十歳の時にもらったプレゼントしか持ってなかったから、なんか普通に腕時計つけたいなと思ってたから、まあ、本当にただ時計見るだけしか私使わないかもしれないですけど、あと電話とかできますよね。もう美味しいってやつ。まあ私あんま人と電話しないんですけど何なん、本当 何使ってるんってなるよ。よくないですよね。詳しく書いてくれてるコメントを華麗にスルーするおしりさんだってどれかわかんないもん。何に詳しく書いてくれてるんだ。さきぽんはレッスン動画見るために iPad 買ったらしいよ。私も見る予定。なんかね、今回の12周年の時になんかみんな iPad 持っててすごい時代を感じたの今回。めちゃくちゃなんか前まではみんなであの DVD を焼いてもらって DVD プレイヤーで片手にこうやって見てたんだけど、それがなくなりまして、この iPad とかをみんな持ち歩いてて、すごいと思って時代を感じた。もう DVD なんてなかなか焼かない。だって携帯で URL でとかで送られてくるもん。そう、メールでなんかそういうのデータ送られてくるから、それ見てやればできるし、保存もできるわけじゃないですか。いちいちね、こんな私毎回何 DVD のケース買って取っといたりとかしてたけど、それもいらなくなるわけじゃないですか。もう終わんなきゃだ。そうだから、すごい時代を感じました。私もこれでもうだから DVD プレイヤーもう捨てるか実家に送ろうかなっていう気持ちになりました。でもまあでも昔のそのさ、思い出のある公演とかはさ DVD でしか見れないわけだから、ちょっと捨てはしないですけどね、さすがに。DVD
DV なんだろうあれは分かんないや。はい、ということでそろそろ終わろうかなと思います。またショールームこの iPad でするので楽しみに待ってください。ちょっとアップデートの準備に時間かかりすぎちゃってて、ちょっと困ったな、困っちゃったんですけど、まあお家でこれもやろうかなと思います。え、カチッていった、びっくりした。なんでカチッていったんだよ、ちょっとわかんないですけど、まあお家でたくさん遊んでみます。はい、ということで今日は、あ、7時だから更新しましたね、更新されましたね。YouTube の更新があるのと、あと TikTok も今1個更新して、もう1個も更新しますので、楽しみに待っていてください。はい、ということでありがとうございました。バイバーイ。